去年もそうだったんだけど、今年もクリスマスツリーを飾ってる。そんなにいいやつじゃないんだけど、オーブントースターだって今思ってる。ガキの頃からグラタンが好きだった俺、たかだか数千円出せばこんがり焼けてハッピーになれるってお家、いいね。成功しろって言われてまた心の傷がうずき出して嫌な気分になって胸がざわついて、なんだかとっても怖くなってきたけど、単なる好きと本当に愛してるってことの違いを分かっていれば大丈夫。なんとかなる。やりたくない理由を探したとき、それは無限に見つかるから、都合のいい言い訳になる。だからって俺はそっちに流されねえ、型にはまらねえ。楽するってことが苦につながるって反面教師にしたんだ、したんだ。暮らしは失踪に、心豊かに。去年もそうだったんだけど、今年もクリスマスツリーを飾ってるのは、遠ざけてきたクリスマスツリーに罪はなかったってことに気づいたんだ。自分の限界を超えるたびに許せることも増えた気がする。俺をいじめた奴らにだってきっとそれぞれの訳があったんだと思う。しろって言われてまた心の傷がうずき出して嫌な気分になって胸がざわついて、なんだかとっても怖くなってきたけど、単なる好きと本当に愛してるってことの違いを分かっていれば大丈夫。きっと、サンタクロースは俺のところへは来なかった。その意味が分かった。12月サンタクロースは俺だった。ファーストラブは叶わなかったけど、セカンドラブはこうしてサードラブまで持ち越せなかったことを、頑張ったねって褒めてあげたらいいじゃないか。あの交差点での信号待ちの場面、手渡すこともできなかったプレゼントの中身は、彼女につけてほしかった冬用の手袋と秘めた思い、勇気が出せなかった、度胸もなかった、思いも気持ちも何もかもが足りなかったのは無力だから。いや違うよ、たとえそうだったとしても、自分が無力だなんて最後まで言っちゃいけない。